こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はこちら。レザークラフトを始めるにあたって、一番初めに揃えておくべき道具の紹介です。レザークラフトの道具って結構たくさんあります。一番初めに、レザークラフトを始めようと思った時に、どの道具を買っていいのか結構迷うと思うんですよね。僕もレザークラフトを始める時に、もうどういう道具から揃えていいかわからなかったので、知り合いのお店のオーナーさんによく相談をして道具を買い揃えていきました。作るものによってはもう全く使わないような道具が結構あるんですよね。今回おすすめする道具は、レザークラフトフールの、制作動画を参考にするにあたって必要な道具を、ご紹介したいと思います。この辺の道具が一通り揃うと、まあ僕が作ってる革製品は、まあ、ほぼほぼ作れるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、それでは紹介していきましょう。はい、まずですね、こちらが僕が思うもう最小限の手縫いのレザークラフトをするにあたって必要な道具ですね。これ以下はちょっとなかなか難しいと思います。まず穴を開ける道具、そして縫い上げていく道具、まあ、この辺はちょっと仕上げの材料なんですけど、まあ、これ本当最小限ですね。金額的には、大体これで7000円ぐらいになると思います。一応形にはなると思うんですけど、まあ、正直ちょっとなかなか作れるものも限られるのかなと思います。あんまり道具が少なすぎると、出来栄えをよくできないので、まあ、作っててもやっぱ楽しくなくってレザークラフトを、やめてしまうことも多いと思うんで、プールではこれにもう少し、道具を足して、全部で1万5000円ぐらいで揃えれる道具をおすすめしたいかなと思ってます。はい、でこちらがそのアイテムですね。はい、全部で17点になります。これぐらい揃うとね、こうちょっとやってる感が増しますよね。今回ホームセンターですとか100均なんかで買えるようなアイテムは省いてます。カッターであったりハサミであったり、カッターマットですね、そういったものは100均とかホームセンターで購入していただいて、革の材料屋さんですねでしか購入できないようなものをチョイスしてます。ではざっくり一つずつ紹介していきたいなと思います。まず、ひしめ打ちですね。これはもう手縫いの、レザークラフトをするにあたってはもう必ず必要な道具です。はい、この道具で穴を開けて、糸で縫い上げていきます。一番初めは、ピッチが4ミリ金というのが、いいと思います。細かいものも、大きなものも、だいたいこれで作ることができます。1本目と3本目。この2つがあればとりあえずは対応できると思います。続いて木槌です。はい、これで叩いて穴を開けていきます。金槌だとちょっと音が響くので木槌がいいと思います。こちらは、糸と針ですね。糸は、手縫い用の糸、ビニモっていう、ナイロン糸にロウが染み込んでます。浅い糸もいいんですけど、浅い糸はちょっと糸切れが激しいのでフールではこのナイロン糸をおすすめしてます。昔は僕も浅い糸使ってたんですけどね、もうやっぱり何年も使っていくと摩擦で切れてしまうんで、まあお客様のことを考えて今はこのナイロン糸を使うようにしてます。針は、手縫い用の針ですね。ちょっと細いやつを使ってますけど、このサイズが、穴にも通りがいいのでおすすめです。こちらゴム板ですね。かなり硬いゴムです。ひしめ打ちで穴を開けるときにこの上で叩いて穴を開けます。刃先が傷まないので必ずこれを敷いてください。これも絶対いるアイテムですね。こちら革用のボンドです。Gクリアってやつですけど、これがまあ透明のボンドではみ出ても、汚れが目立ちにくいのでおすすめです。使用方法を書いてますけど、革用のボンドは、革の貼り付けたい部分に両面にボンドを塗ってちょっと乾かしてからくっつけるようになります。
接着力はそんなに強くないですけど、まあ結構使いやすいボンドですね。はじめはこのボンドをおすすめしてます。はい、こちらトコノール、仕上げ剤ですね。トコメンっていう、まあ革の裏側の毛羽だった部分を押さえたり、コバ、ヘリですね、ヘリを磨いて仕上げたりするのに使います。はい、こちらがヘリ磨きになります。トコノールを使ってトコメンを磨いたりコバを磨いたりするときに活躍します。これちょっと外れるので、こういう風に磨いたりこういう風に磨いたり、この溝を使って磨いたりもできます。万能アイテムですね。あったら便利です。はい、こちらドレッサーですね。まあヤスリです。これで小刃を磨いていきます。接着面なんかを鳴らしたりとか、銀面に接着剤を塗りたいときにこれを使って足付けをしたりします。これ僕が使ってるやつですけど、もう何年、15年ぐらいは多分使ってると思いますけど、この刃の部分だけ交換できるんで、本体さえ折ることがなければもうずっと使えます。プールのレザークラフトではもうこれは欠かせないアイテムですね。はい、こちら銀ペンです。これもすごく便利なアイテムです。ちょっとひっくり返してこうペン状になります。革にトレースするときに使うんですけど、こういう感じで線が引けます。型紙を当ててトレースするのにすごく便利です。で、この銀ペンはある程度こう消しゴムで消えます。こんな感じで、まあ、ですから、物を作った後にちょっと残ってても消しゴムで消せば消えるので跡が残りません。印の線がちょっと太いんで、まあこれ好みがあると思うんですけど、まあ、僕はもうこれを重宝してますね。はい、すごく使い勝手がいいです。はい、でこちらディバイダーです。コンパスのようなものですね。どういう時に使うかというと、これは僕が使っているものですけど、ひしめ打ちの目印をつけたいときに、これをヘリに当てて線を引くことによって、このヘリに対して平行に穴開けの目印をつけることができます。これも非常に便利です。はい、均等に目印をつけたいときとか、まあ、円を描くときはもちろんですけど、もう非常に役に立つので、これはまあちょっと高いんですけど外したくないアイテムですね。で、これ今までご紹介した商品は全部キョーシンゲルさんで、購入ができるんですけど、これだけクラフト社さんの方が若干安いです。1000円ぐらい値段が違うと思います。僕もこれはクラフト社さんのものですね。あれディバイダーだけ、まあもし値段のことが気になるようであれば、クラフト社さんの方を探していただいた方がいいかもしれません。はい、でここから先は何を作るかによって、まあいるかいらないかが分かれてくる道具になるんですけど、今回はまあ、キーケースだとか、ウォレットですね、はい、を作るときに、まあ、使うであろう道具を紹介していきたいと思います。はい、こちらジャンパーホックですね。元定番の、ホックになります。はい、4パーツが1セットになって、1袋で20個分が入ってます。結構丈夫なボタンです。で、まあ、これなぜおすすめするかというと、コンチョと言われる、飾り金具をつけたいときにこのホックじゃないと対応ができないんですよね。小物を作るときはちょっと強すぎるかもしれませんけど、まあ汎用性が高いので、もうこれをまずは構えていただけたらなと思います。で、このジャンパーホックを取り付けるために必要なのがこのホック打ちですね。
こちらでこの金具を叩いて留めます。ジャンパーホックを打つための土台の金具です。各サイズこう溝が掘ってあって、ジャンパーホックだとこの一番大きいところなんですけど、今後いろんな、ホックを使う時なんかにも、対応できるように各種サイズの溝が掘ってます。ひっくり返して、フラットな面で叩くこともできます。5番の打ち台ですね。こちらハトメ抜きです。12号というサイズですね。このサイズが、ジャンパーホックのこの金具を通すためのサイズになります。これで革に穴を開けてジャンパーホックを取り付けるようになります。こちらはカシメ打ちです。ショーですね。今回これはキーケースを作る前提で考えた時に必要な内棒になります。こういう道具はまあ作るものによってもいるものといらないものがあるんで、まあこれはまあ買わなくてもいいとは思うんですけど、ここですね、今回の道具を使ってですね、キーケースを作ってみようっていう動画を上げたいと思ってますんで、まあその兼ね合いもあってちょっと紹介しました。はい、以上で、合計17点、フールがおすすめする、一番初めに揃えたらいい道具ですね。こちらで、だいたい約税込み1万5000円ぐらいになると思います。決して安くはないですけど、まあ結構この辺なんかはもう一回買えばもう一生ほぼ使えるようなアイテムで、きしめ打ちなんかも大事に使っていただければずっと使えます。一つの趣味として考えるとまあまあ手頃な、価格なんじゃないかなと思ってます。革の種類にもよりますけど、まあ、これで5000円ぐらいの革を購入していただければ、キーケースだったりコインケースだったり、これとはちょっと革の品質によって若干足りないかもしれませんけど、十分レザークラフトが楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回紹介させていただいた道具っていうのはまあ結構基本的な道具だと思います。その他にも、まあ、あったら便利っていう道具ってもう結構いっぱいあるんですね。例えばこういうヘリ落としだったりとか、こういうひしめパンチですね。こう握りながら穴を開ける道具なんですけど、まあこういうローラーだったりとか、もう増やそうと思えばもういくらでも増やせるような感じなんですけど、まずは今回紹介した道具なんかを揃えてみていただいて、一つ何か作ってもらって、で、あ、このレザークラフトすごく楽しいなと、もうずっと続けていきたいなと思ったら、またこういう道具も紹介していきたいと思いますので、こういう道具を買い足していただいて、よりかっこいい革製品を作ってもらえるようになってもらえればなと思います。今回紹介した道具は、YouTube の概要欄の方からフールのオンラインショップで購入できるように、しておきたいと思います。ただ個人的には動画を見てくださっている皆様の、地元にもレザークラフトの道具を扱っているお店があると思います。まあそういったお店で購入していただいた方が、お店の人にも相談がしやすいと思うので、できればまあ地元のお店でまあ買ってあげてるのがいいのかなと思ったりもします。そういうお店にはまあ革細工をしているような人が集まってると思うんで、まあ同じような趣味で話ができればもっともっとレザークラフト楽しくできるんじゃないかなと思います。今回の動画は以上となります。質問等がございましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ、できるだけ答えれるようにしたいなと思ってますので、ぜひコメントいただければなと思います。せっかくなんで、今回紹介したこう道具を使ってですね、僕も一つ何か作ってみようかなと思ってます。普段作ってる道具から言うともうだいぶ少ないので、まあうまくできるかちょっと若干不安ですけれども、まずはキーケースあたりを作ってみようと思ってますので、まあ、できたら動画をまたアップしたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you!